それではゲームに戻ります。続きですね。続き、氷の世界、あ、エピソード4、パパ、クズと書いてパパこれクズでいいよね、読み方。パパはクズなの？子供の頃の記憶は大抵思い出したくないものばかりだ。物心つく頃には俺は父さんから虐待を受けていた。理由なんかわからない。特に知りたいとも思わなかった。母さん曰く、結婚する前からそういう人だったらしい。よく結婚したな。じゃあなんで結婚なんかしたの？という疑問は子供にはわからないのよ、で済まされた。それで済まされるの？大人は身勝手だ。身勝手すぎるでしょ。どういうわけか虐待の標的にされたのはいつも俺で、兄のトーマは難を逃れていた。なんで？母さんは俺が暴力を受けている間は自分が標的にならずに済むと分かっていたから、俺が父さんの部屋に連れて行かれると自分はトーマを連れて姿を消したお出かけしましょ。ひどいな、ひどいな。俺たちが8歳になる頃、ようやく離婚が成立したけれど、母さんはトーマだけを引き取り、俺を父さんに引き取らせた。何も解決していない。何も解決していないじゃないか。見事に何も解決していないじゃないか。俺を父さんのところに置いておけば自分の身は安全だと思ったのだろう。そして6年が経ち、俺たちは14になった。父さんがタバコの不始末で焼死し、父さん何やってんの。俺は母さんのところへ戻ることになった。何してんの。うわぁ、病んでるよ、もうこれ。しょっぱら病んでるよ。初手病んでる。8年ぶりに再会した双子の兄は、顔がよく似ているだけの赤の他人になっていた。これ兄か？これ兄か？なんで？俺を身代わりに使っていたくせに、母さんは再婚した俺を不必要なほど溺愛し。何？お母さんよくわかんないな。なんで？再会した俺を不必要な溺愛し。トーマに対して異常なほどの憎悪をむき出しにしていた。なんで？お母さんわかんない。なんで？引き取ったんじゃないの？トーマを。母さんは父さんと離婚した後も、父さんがある日突然戻ってくるんじゃないかと怯え、その恐怖を紛らわせるかのようにトーマを精神的に虐待していたらしい。あ、もう両方ダメだったんですね。なるほどダメじゃないか。両方ともダメじゃないか。両方だからだろうか、トーマがあんなことをしたのは。お前のことが気に食わなかった、それだけだよ。両方ダメじゃないか。そして俺は高校を卒業と同時に実家を出ることに決めた。俺の存在は兄と母の歪んだ歯車をなおさら狂わせていくだけだったから。だからあの家を出たのに、なのに、なのにこんなことになってるよ。まさか実家を出てたった1週間で読み戻される羽目になるなんてな。あー、そうか、引っ越したってから。でも引っ越ししてから3日後だったっけ、話は。で、計1週間みたいな。しかもこんな怪奇現象付きでさ。でかいな、いつ見てもでかい。サムネはこれにしよう。サムネはこの部分だけ切り取って使おう。この部分だけ。そしたら伸びるぞ、再生数伸びるぞ。あ、ごめん、いきなり一人こと言ってごめんよ。胸見てた。いや、ずいぶん長い間黙って歩き続けてたのな。疲れただろ。そうでもないよ。それより君は歩き通して疲れたんじゃない。僕は平気さ、この世界には慣れているし。そっか、アリスのこと、トーマのこと気になっている子に違いないだろうに。彼女は何も聞いていないんだよな。聞いてこないんだよな。気になっていることがあるんだが。何？君は双神トーマのことどう思ってるんだ。どうって、難しく考えないでくれ。例えば好きか嫌いで言えばどっちかとか。俺がトーマを好きか嫌いか。もう素直に言っていい、素直に言っていい。嫌いです。嫌いです。好きになる理由がないからってだけで、別に憎んでいるわけじゃないんだけどね。どうあがいても俺たちは双子だし、家族で兄弟だからさ。僕には兄弟がいないし、その感覚はわからないけれど、君がトーマを助けようと思うのなら僕は協力する。だってさ、まあ、同じさ、虐待受けてきたわけだけどさ、まあ、質は違うだろうけど、だってね、春馬は別に悪さしないもんね、別に。
ね、でもトーマはさ気に食わないって悪さしたけどさ、ハルマは何もしてなくない？君がトーマを助けようと思うのなら僕は協力する。ありがとう。嫌がらせ的な。この子はちゃんと俺が触れられたくないところはちゃんと触れないように気遣ってくれる。彼女とどんな思い出があるのか未だに何も思い出せないけれど、この子と一緒に歩くのはどこか気持ちが落ち着くような気がする。ハルマ優しいな。少し見覚えがある道になってきたから、もうすぐ実家の最寄り駅に着くと思うよ。行こう。うん。エピソード6までらしいので、今エピソード4だから、もうちょっとでクリアじゃない？多分。もうちょっとでクリア。でも絶対延期、エンド分岐するんだろうな。エンド分岐。何エンドに向かってるんだろう、今。今何エンドに向かってるんだろう。見事と公開したらどうなる？あ、そうだ。マップ見よう。霊園だって。霊園に入る？お！待って、体力ないじゃん。一撃で倒せ。無理かー。一撃で倒してよ。え、強くね、こいつ。待って。頼む、カットイン。よし。え、待って。体力1しかないでござるが。体力1しかないでござるか、どうしよう。え、ちょっと待って。ダメだ。見事だったら戦闘になってしまう。やばい。回復したい。待って。ちょっとまず霊園行く前にちょっとセーブしていい？ちょ、回復もしとこうか、回復も。ライフが全回復する。これ買っとこう、ペットボトル。お金ないのに。あ、ライフ全回復。何買ったんだろう。ビタミン数マッチかな。320円しかないよ。ジュカタン、お金貸して。お金貸して何でもするから。5000円ぐらい貸してください。僕お金がもうないんです。外場が建てられている。他にはもう特に何もない感じかな。お金貸してほしいな。なんかいた？なんかいた？ん？なんかいた？ん？ん？誰もいない。え？なんかいた？え？木の横？全然見てなかった俺。やべえ、何も見てなかった。嘘、みんな見えてた。やべえ、動画見返そう後で。チラッと出て消えた。全然見てなかった。車の走っていない道路に横断歩道がある。歩道橋を渡る必要はない。胸しか見てなかったよ。コラ、あ、え、何コラって言われたよ。え、何びっくりした今。ふう、危ない危ない。え、ダメじゃないか、お嬢ちゃん。僕赤信号の時は横断歩道を渡っちゃう。これがさっきの人。え、あ、すみません。青信号になったらおじちゃんがちゃんと誘導してあげるからね。手を挙げて渡るんだよ。青信号にならないじゃないかこの世界。はあ。 BGM また面倒なのに捕まったな。獣だよなあのおじさん。すごく普通に話しかけてくるけど真面目に会話しない方がいい。いいと思うぞ。手段をすると引きずり込まれるぞ。俺たちそんなに幼く見えるのかな。僕なんて呼ばれたの何年ぶりだろう。相手は獣だ。自分の都合のいいようにしか物事が見えなくなっているのさ。子供たちを交通事故から守る交通安全おじさんってところかな。青になってから渡れって言われてもこの世界はずっと赤信号のままだし。だよね。無視するわけにもいかないけど襲ってこないのにいきなり切りつけるのもな。そうだな、正気をしちゃってる獣なら僕も撃つのはためらわないけど、バス停ごっこの時と同じだな。どうにかしてこの横断歩道を渡らなきゃ。僕たちは二神トーマのところへ行かなきゃならないんだから。そうだな。とは言ったもののおじさんの目を盗んで横断歩道を渡るって一体どうしたら。あ、時間制限めっちゃあるじゃん。え、めっちゃあるじゃん時間。え、どういうこと。すげえあるよ。99分あるの。どうしたんだい僕。青信号になるまでおじさんと一緒に待っていいよね。待って、おじさんに話しかける。長っ。おじさんはここでいつも横断誘導をやってるんですか。うん、そうだよ。みんなが交通事故に遭わないようにね。もっと話す。いつからこの横断誘導を始めたんですか。おじちゃんが50歳の時からだからもう20年前になるね。今70歳なの。もっと話す。やっぱり自治会とかで決まってるんですかこういうのって。自治会、いやいや、おじちゃんが好きで勝手に当てるんだよ。子供たちが事故に合わないように見守るのがおじちゃんの生きがいなんだ。
ほう、もと話す。子供が好きなんですね。ああ、おじちゃん、孫がいるんだけどね。娘夫婦が上京してしまって会えなくなったんだ。上京して間もない頃は時々会いに来てくれたんだが、最近は電話一つよこさない。いい人だね、すごい。寂しいですね。二神春馬、気持ちわかるがあまり話し続けると。ああ、わかってるよ。そうだ、真面目に話さない方がいいって彼女言ってた。引きずり込まれるって。どうしようか。もう少しだけ話す。でももう少し話を続ければ何か突破口が開けるかもしれないし。いや嬉しいな、こんなおじちゃんと話をしてくれる子は久しぶりだよ。僕もし信号が変わらなかったらこのままおじちゃんと一緒にいてくれるかい。え、このまま信号がずっと赤のまま変わらないといいよね。待って。次です。今日未明、神奈川県葛川町の路上で全身血まみれの少年が倒れていると通報が。なんだよ、病院に運ばれましたが、まもなく死亡が。いいじゃん、もう。死亡したのは雪見ヶ丘町に住む二神春馬さん、18歳。あ、死ぬんですね、やっぱり。による失血死と見られています。外傷なし。二神さんに外傷はなく、なぜ出血したのかは分かっておらず。外傷なしなのに死に変わったね。バッドエンド回収しちゃったよ。まあ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 、ヒント見ましょうか。見る。横断歩道を渡る方法は一つではありません。まずは謎の少女にヒントを聞いてみましょう。春馬の状態で謎の少女に話しかけると、周辺にある変化が起きます。周りをよく見渡しましょう。おじさんと話をするのも一つの手です。謎の少女のヒントを参考に会話を進展させてみましょう。何？リトライの際にははい活用します。ごめんなさい、やっちゃった。なのでちょっと話、あ、いるじゃん、いる、逃げた。あれか、あれを俺は見逃したんだな。すごいものスルーしたな俺。マジか、いたな普通に。あれだね。でここだよ、これめっちゃビビった、これ。こらこの声マジビビったんだけど、こらめっちゃビビったんだけど、まあ、とりあえずこれスルーしましょう。この話はスキップ機能いいな。あと時間いっぱいあるんでゆっくりできますね。やっぱりこの場所から離れられなくなってるみたいだね。あ、力の強い獣は自分にとって都合のいいように空間を歪ませたり、自分にとって都合の悪いものを見ないようにしていることもあるんだ。あのおじさんにとって都合の悪いもの、青信号を待たせようとしているあの獣にとって都合の悪いものって何だろう。バス停の時と同じように獣の目をごまかすのも一つの手段ではあるけど、獣を満足させて退却させるという方法もある。満足させるって例えば？例えば探し物をしている獣がいたら一緒に探し物をしてあげるとか、会いたがってる人がいるならその人を連れてきてあげるとか。なるほどね、あの獣を満足させる方法か。まあこれで話は一つしかないのか。じゃあこれをちょっと進展させてみようか、話を。どうしたんだいボーク、待っていいよね。周りを探索する。あ、これあれか、キャンセルか。待ってよ、おとなしく待つ。いやもう春だってのに今日は冷えるね。おとなしく待つ。今日はあまり子供が通らないからおじさん寂しかったんだよ、ははは。おじさんに話しかける。おじさんここでいつも、これ飛ばそうか。いつからここで。ちょ、孫の話を聞こうか。孫の話を。とりあえずあれだよ、女の子に止められる一歩手前まで話そうか。孫がいる。なるほど。寂しいですね。ほら、気持ち悪いが、あんまり話し続けると。わかってるよ。OK。ここまでは OK か。あ、彼女に話してもらう。なんだこの選択肢。で、どうして僕を呼ぶんだ？君言ってただろう。獣を満足させて突破する方法もあるんだって。もう少し話を続ければ何か糸口がつかめそうな気がして。君がそう言うなら僕は君に従うがね。従ってくれるんだ。おじさんはここで横断する子供を誘導したいんだよね。そうだね、それがおじちゃんの仕事みたいなものだから。いつかここにも歩道橋がかかるかもしれない。その時にはおじちゃんがここに立つ理由はなくなってしまうだろうけどね。歩道橋あるよ。このおじさんにはこの歩道橋見えてないんだろうか。そうか、おじさんにとっては都合が悪いから見えなくなってるのか。それなら俺たちがあの歩道橋を渡ってもおじさんは邪魔できないんじゃないかな。ちょっと待って、なんか
子供いたりするのかな、孫を。ちょっと黙ってこうか。いや、彼女の方が啓蒙の対応には慣れてるんだし、ここは彼女に任せよう。なあ、おじさん。ん、どうしたんだい、お嬢ちゃん。僕たち、横断歩道を渡りたいんだ。そうかい、じゃあ、青信号になるまで待とうね。おじさん、この横断歩道にはまだ信号がないんだよ。え？僕たちだけじゃ怖くて渡れないんだ。だから一緒に渡ってほしいんだ。何？信号が。お？そうだ、ここにはまだ信号がないんだね。それじゃあお嬢ちゃん、渡るのは怖いよね。おお、頭がいい。よし、おじちゃんが誘導してあげよう。それでもちゃんとついてくるんだよ。ありがとう、おじさん。よし、じゃあ行くよ。やった！平和的解決。平和的に解決したね。すごい。スイー。おじさん、スイー。よし、じゃあ気をつけて行っておいで。ありがとうございます。それじゃあね。満足したか？その旗は俺がもらうぞ。くそ、旗ごと成仏した。旗ごと？君、どうやったのさ、今の。自分にとって都合の悪いものは見えなくなる。獣の性質を利用させてもらっただけさ。おじさんは子供を誘導したかっただけ。交通安全おじさんでいたかっただけなんだよ。信号ができて、歩道橋ができて、とっくに自分の役目は終わっていたのに、いつまでも自分はここにいなければ価値のない人間なんだって思い込んで。どんな理由で死んだかはわからないけど、死んでからも未練だったんだろうね。子供たちに喜ばれていた頃をここでずっと反芻しているんだよ、きっと。はあ、本当はきっと気づいてるのさ。自分はもう必要とされてないんだって。それでも嘘でもいいから必要だって言ってほしかったんだろうね。なるほどね。なぜか俺にはおじさんの気持ちがわかるような気がした。両親にすら必要とされたことのない俺に、おじさんの気持ちがわかるはずないのに。生まれてから一度だって誰かに必要されたことのない俺に。そうか、だからだろうか、俺が今実家に向かって歩いてるのは、トーマは俺に助けてと言った。言ったね、あのトーマが。俺はトーマに必要とされている。でもあのトーマだったらもう誰でも言いそうだけどな。誰にでも。そう思い込みたいのかもしれない。行こうか。うん。でもあのトーマだからな。俺トーマ許せないよ、トーマ。今どこだ？実家方面。どこだ今？ここか。ちょっとセーブしよう。よし。こうなんだ？カフェデニーズ。朝11時から深夜2時まで。結構長い間。おっとちょちょちょ。逃げる。逃げる。どこまで逃げればいい？あ、逃亡に成功した。成功した場合は逃げなくていい。やった。やったね。運持ってますから。俺持ってますからね、運を。郵便ポストだ。待って。結構あるな。ん？どこまで行けばいいんだ？あー、これ最寄り駅かな。まあ、行こう、行こう、行こう。お、スナック雪江。ビルの出入り口に何か落ちている。ライターがどうかしたのか、雪江。あ、うん、なんでもないんだ。顔色が悪いぞ。少しどこかで休んでいくか。うん、俺は平気だよ。ごめんね、心配かけて。ライターを見ると嫌な気分になる。いつもタバコを吸っていた父さんを思い出してしまう。嫌なことを思い出しそうになる。なんだか気分が悪い。おーい。春馬のライフが一つ減った。おーい、嘘でしょ、嘘でしょ、そんな初見殺しやないか、こんな。嘘でしょ、嘘でしょうよ。無慈悲な体力の消費、無慈悲だよ。あ、ツルハシがある、ツルハシ。あれを使えば壁も掘れるようになるよ。うわっ。なんか顔面が寄ってる。逃げる、逃げよ、もう戦いたくない。うわ、ちょっと待って、赤い光まで逃げる。赤い光、あ、やっぱ逃亡の方が楽だね。戦わなくてもいいな。獣の気配が消えた。戦った方がかっこいいはかっこいいけど、体力減っちゃうもんな。逃げるのが賢明かな。戦ったら体力減っちゃうもんな。そんな簡単に勝てないだろうし。待って、なんか霧が濃い。待って、霧が濃いよ。走れなくなったよ。待て待て。え？ねえ、さっきから全然前に進んでないと思わない？それに、この煙。タバコの匂いだな。そうだ、この匂いは。父さんがいつも吸っていたタバコの。え？誰か来る。あの日本ともなんか由来があるのか、やっぱり。
待って、剣持ってるよ。誰？見覚えのある日本刀。全身が焼けただれたその獣は父さんなの？怖い。左手がなんか蝶みたいになってる。蝶みたいに。父さん？熱い。君の父親なのか？そうだ、あいつタバコの不始末で火事で死んで。待って、あの本当にタバコの不始末で死んだのかな、この人。殺したのか、もしかして。殺されそうになって。これは本当にただの獣なのか？二神春馬の母親、姫川アリス、そして二神春馬の父親。まるで二神春馬を追い詰めるためだけにわざわざ現れたかのような。ほら、おいで、春馬。来るな！落ち着け、二神春馬。獣に惑わされるな。いてくれ、戦うのか逃げるのか。戦って勝てるか、これ。戦って勝てるのか、死にそうだけど、ちょっと戦ってみる？ちょっと、あ、でも、体力4しかないよ。いいよ、俺がやる。俺がやらなきゃ。どうして？今さら、こいつと対峙しなきゃいけないんだよ。これ、オート戦闘なのかな？どうして？春馬。あんた、こんなところでさまよってたんだな。春馬行けよ、今度こそちゃんとあっちへ。この選択肢ってエンディング分岐なのかな。イベント戦闘だったね、これね。体力全然減らない。イケメンだな。ごめん、恥ずかしいとこばっかり見せて。大丈夫だよ、君のその刀は父親から受けた痛みから生まれたものだったんだな。あれで脅されてただけだ。実際に切られたことがあるわけじゃない。だけど逆らったりしたらいつか殺されるんじゃないかってずっと怖かった。父親から受けた虐待の跡は俺の体のどこにも残ってはいないけれど、俺は確かにあの痛みは覚えているんだ。ほう、ごめん、おかしいな俺。こんなこと君にペラペラ喋ったりして。僕の親も似たようなものだったから気にするな。あなたの親も日本刀？すごい偶然ですな。運命を感じますな。ごめん、今言ったところだろ、気にしないでくれって。ただ今回のことは僕が経験してきたどれよりも複雑な事情が絡んでいそうだけど。え、そうか、この子の場合は銃なのか。うん、なんでもない。早くこんなところ離れよう。そうだね、かわいいな。あと少しで実家の最寄り駅に着くよ。トーマがきっと待ってる。あのトーマが？でもトーマげっすいからな。お、はい、ここまでの内容をセーブしますか。セーブする。ふう、これでエピソード4クリアかな。それではゲームに戻りますということですけど、パートはここで終わっていきたいと思います。次のパートから多分エピソード5ですね。残り2エピソードになってきましたけど、どうなんだろうな。どういう結末迎えるんだろう。全く想像つかないです。楽しみです。よかったら次も見てね。お疲れ様でした。